えとまず最初のチップスなんですけども、えー、と標準パスカルにはバ、えー、ッファ変数っていうものがありまして、えー、とテキスト型の変数、えー、と F ってやつがありますが、でこれの中身をです、ね、読むときに通常であればあのリード関数とかで、まあ、あの読んでくるんですけども、そのリードで読むとあのファイルポイントが1個進むんですね。例えば、ABC っていう文字があった場合に、 えっと、リードであの一文字読むと、えっと、A っていう文字は取れますがファイルポインターは次の B に移動しますところがその標準パスカルでは、えっと、ファイルポインターを移動せずに、えっと、現在のファイルポインターの位置の文字を取得することができますで、えっと、これはその、まあ、一文字先読み機能なのですけどもこれを実はその Delphi でやる方法があります デルファイでやるには、えー、と t テキストレックってやつで、えー、とキャストしてやると,、えー、と実際の,その今読んでいる、えー、とバッファーですねバッファーのポインターとそのバッファーの位置を取れるので、えー、とそれから、えー、現在のあ文字をですね、えー、と一文字その先読みすることができますただ、あのーまあ、こういうことを、えー、とやりたいだけであれば、えー、ファイルストリーム で、一旦全部読み込んで、えっ、ー、と、前に行ったり、後ろに行ったりした方が、まあ、えー、簡単だとは思います。で、えっ、ー、と、まあ、下に、あの、用途が書いてありますけども、まあ、古いパスカルのコードを、まあ、デルファイン移植したい場合には、こういったテクニックが使えるかと思います。